ついたので殺しました。ごめんな。多分彼一人じゃ絶対勝てないです。あいつ全然喋らんから。ああ石井さんか俺優勝や。あいつ一人じゃ絶対勝たれへんからな。嫌われてるかって本当にわからないんですよ。じゃあ聞いてください。応援するよ。目あぶれて田舎に帰ってく人、新しいことにチャレンジして失敗した人、ずっと大好きだった人に告白できずに終わった人、僕は心から応援するよ。一番最初に大きな声でリーチって言ったのに最後までビンゴならない人、サッカー部や野球部にリレーで抜かれてく陸上部、やっと好きなこと二人きりになれたのにスマホゲームされてる男の子、エグザイルオーディション飛行機で来たのに30秒で帰ってくちょびひげ、僕は心から応援するよ。フリスビー買って一投目で屋根に乗っけた子供、 MacBook Pro 持ってスターバックスいるのに企画書通らないテレビマン、サスケファーストステージの池で落ちる消防士、僕は心から応援する。